こんにちは。ベストコンディションジム田中です。今回はパスにつながるトレーニングを行っていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはじめはフロントランジ、フロントプッシュです。ボールもしくはペットボトルを持った状態でフロントランジをしていきます。この状態からボールを前に勢いよく出していきます。この時体が出した勢いに負けてついていってしまったり、姿勢を崩さないように注意して行ってください。それでは足を交互に出して10回連続で行っていきたいと思います。いきます。はい、あと半分です。はい、OK です。手を出した時に肩をすくまないように首の力を抜いて実践していきましょう。次はサイドランジ、フロントプッシュです。次はペットボトル持ってやっていきたいと思います。もちろんボールでも構いませんので、重さは体力レベルに合わせて実施してください。サイドランジですね。サイドランジのこの動きですね。この動きに対して手を前に出していきます。これで OK です。横から見たときに手を出したとこういうふうにならないようにしっかりと胸の前に出すように行っていきましょう。じゃあ交互に、右から、10回連続やっていきたいと思います。自分の感じでいきましょう。ではいきます。はい、あと2回です。はい、OK です。少し難しい方は動くスピードをもう少しゆっくり、まず一歩一歩確実にやってもらうといいかなと思います。次の種目はプッシュアップローテーションです。プッシュアップとは、腕立て伏せのことになります。腕立て伏せを1回入れると手を開いて天井に向かって手を伸ばしていきます。この時しっかり胸を回して手を天井に持っていきます。で戻したらプッシュアップをして逆の手を上に上げていきます。この時しっかり姿勢がまっすぐなるような形で実施してもらうといいと思います。では、10回、交互に10回やっていきたいと思います。いきます。あと2回です。はい、 OK です。もうちょっと10回きつい方は3回3回とか、そういった形で数を調整してもらうといいかと思います。次の種目はハンドウォークです。手をついた状態から前に手を伸ばしていきます。できる限り伸びたら手でまた戻っていきます。これを繰り返していきます。少しこう体力とか肩にちょっと違和感が出る人は実施しない、もしくは少しこう狭くところまでやってもらえるといいかな。逆に自信がある人はできるだけ遠くに、ついていただけるとそれだけ負荷がありますので、レベルに合わせて実施してください。では今日は3往復やっていきたいと思います。手と膝は手を伸ばした状態で行っていきます。ではやっていきます。
で、ラストいきます。はい、OK です。もし実際にバスケットのコートである場合は、手を伸ばした後に足を近づけて、また手を伸ばしてという形でコートの中を移動するのもいいかと思います。はい、最後の種目はナロープッシュアップになります。ナローっていうのは手を狭くした状態のことを言います。狭いというですね、それの状態でプッシュアップを、実施していきます。だいたい体の幅に手を持ってくるといいかと思います。こうつきます。で、この状態から頭から背中足までが一直線をキープした状態で上げていきます。しっかり脇を締めてやっていきましょう。それでは、10回行っていきます。では行きます。はい、姿勢を保ちましょう。あと2回です。はい、お疲れ様でした。少しちょっと強度が高い方は、まあ、基本的な手を開いたプッシュアップ、ダッドスクワから、実践するといいかと思います。お疲れ様でした。今回のバスケットボールプログラムは7回の構成になっています。ぜひ他のプログラムも実践してみてください。また、バスケットボール以外のトレーニングも、YouTube に上げてますので、ぜひそちらの方も参考にしてください。また次回もよろしくお願いします。